これでしょう。なんだこれ。Thank you, thank you。今度はもっとね。こんにちは、あきらです。今回はバチョイ、バチョイ、どう発音するかよくわかりませんが、そういうですね、あのラーメンみたいな、麺料理があるということなので、食べに行こうと思います。以前から食べてみたいなとは思っていました。ただなかなか機会がなくてですね、チャンスがなかったんですけど、先日バイクで何かを卵かな、何か買いに行こうと思ったら偶然看板を見かけたので、今日は、そちらをですね試します。今裏道を走っていますが、だいたいその車下手の中心部から北に、数分といった場所にそれはあります。ここはね、アダモっていう結構割高だけど美味しいと評判のレストランがあったりします。なかなかご紹介できませんが、チャンスがあればね、チャンスがあればっていうか、もうちょっとね YouTube の収益も上がればいいんですけど、私の実力不足でそういうことにもなっていないので、何かね記念、雲がありました、そういう記念日があれば撮影したいと思います。ちなみに、クモン今通ったんで、この町にもクモン、日本のクモンがあります。本物です、偽物ではありません。で、費用は先日、半年ぐらい前ですかね、までは大体じゃない、1800ペソ、1教科算数と英語があるんですけど、おのおの1800ペソだったんですけど、1800ペソってことですか、大体4500円ぐらいですか。で、今がですね、値上がりして200ペソ値上がって2000ペソになってます。ですので、5000円、500円ぐらい値上がりしたみたいなイメージです。で、他にも、この町は結構ね、どこも日本も世界中そうかもしれませんが、絶好調でインフレ、物の値段が上がっていたりしますので、それはね、イコール私の生活費も上がったりしています。我が家の生活費、この YouTube チャンネル、あとブログ、あきら海外ブログっていうのもやってますけど、そのやつをね、2019年かなから始めておりますが、この時の生活費が18万円ちょっとだったんですね。8万5000ペソで、約18万円ぐらいだったと思います。で、それに対して今はですね、9万5000ペソ、1万ペソぐらい値上がりしますね。家族4人の生活費です。学費とかも全部込みの値段ですね。で、9万5000ペソで、そうすると今26万円ぐらいですかね、になるんだと思います。1万ペソ上がっただけだったらこんなにね、7万も8万円も上がったりしないんですけど、生活費がいかんせん、急激な円安ということで、昔は1ドル105円とか、だからフィリピンペソの交換レートで1万円両替すると大体4600ペソぐらいもらえていましたが、今はもう3800とかそれくらいですね、1万円両替しても。ですので、それだけで、どうですか、600ペソ700ペソぐらい差が出る。で、それが1万円ですからね、でかける、20万円とか15万円とか掛け算すると、とんでもない金額になっちゃうということで、大体生活費は、数年前と比べて7万円ぐらい今上がってますね。円安がどうにかならないと、ドルで資産を持ってる人であればね、全然いいんですけど、うちも、ドルはありますけど、あんまり、簡単に動かせない、投資してるんで動かせないんで、そういう意味でいくと、今現金、手持ちの現金は主に円なので、
アンラッキーといえばアンラッキーな状態です。まあこれはね、結構この町に住んでる方で縁で暮らしている方は、海外に住んでる方もそうですけど、確かにそうだよなと共感いただけるんじゃないかと勝手に思っています。あ、ここ居酒屋ひまわりさんですね。先日ご紹介して、なんかね、新しいニュースもあるような話も聞いてますので、またご紹介できればと思います。この辺だったんだよな。あ、これかな。でもあれバチョイって書いてないんだ。なんか麺料理の写真がありましたけど、あれはあれで違う気がします。もうちょっと向こうだった気がするんだよな。この辺、あ、なんか看板ある。これだな、これだ。これでしょう。ここだ。なんかね、駐車場はそこじゃねえ。中に入れてくれということで、この謎の路地を、ここか、なんか赤い矢印が入るな。あ、これか。あ、これだな。カスタマーパーキング。OKOK。Thank you。ここだ。よし。久しぶりな、家作ってますね。後で見に来れたら見に来よう。カスタマーパーキングオンリー。あ、裏口から入れる。 Thank you。 グリルハウスって書いてある。なんだここ。おお、これか。注文、店はカホイグリルハウス。ちょっと発音が違うかもしれないです。ブレックファーストメニュー、イナサル、チキンイナサルってこれですね。あの鶏焼いたやつとご飯、こういうグリルなんですね。でもバチョイって書いてあったんだよ。今日の私の目的はバチョイなんだよ。バチョイよくわからん。あのコメントで教えていただけると嬉しいです。これイナサルですね。さっき言った鶏肉焼いたやつとご飯と、これです。私の今日の目的、バチョイっていうのかな。聞いてみよう。はい。あ、バチョイ。バチョイ。うん。95. Okay, okay. So one バチョイ。I pay here. Yep. I pay later or I pay now? Later, sir. Later. あ、ビールも売ってんだ。でも今日はバイクだからダメだな。なんだこれ。ブラックサンボ。ブラックサンボって何ですかね。わかんないな。なんかの、あ、飲み物はこれ。なんかジュースとかコーラとかスプライトとかあります。じゃあ店はね、こんな感じ。結構おしゃれといえばおしゃれ。なんか手を洗うとこだったり、金魚だったりいます。金魚違うか、まあ、魚がいます。お、すごいな。これがいるとこって結構中国人のオーナーさんするのかなと勝手に思ったりしています。で、これはね、これあのあれですね、イナサルってあのさっきの鶏焼いたやつ食べるとき、こう手でこうつまんでね、インドの人みたいにこう
食べるっていう、人もいるんで、そうするとこの手洗い場がいる、この手洗い場があるっていうのはもう稲猿屋さんではお約束だったりします。じゃあここにしようかな、ここに座って待ちます。という前にアリチェック。アリは、アリいないですね。お、珍しい、アリがいない。よし、じゃあここでしばし待ちます。位置を少しご紹介。お、なんだこれは、なんかアプリで頼めるんかな。この道のあっちがから来たんですね。さっきひまわりさんとか、これまっすぐ行くと街中に行きます。リープラザとか本当に中心地ですね。でこっち行くと北ですね。北でこれまっすぐ行くと行き止まりになって、シリマンファームっていうシリマンの 農学部、なんかそういう学校もあったり、あとシリマンファームっていうその農園の、シリマンって学校ですね、ここでその卵を売ってるんですね。そこの新鮮な卵、産みたての今朝の卵とかっていうのを買うなら、この向こうのゲートをくぐっていくと。でゲートに警備員の方がいるんですけど、卵を買いに来たよって言えば通してくれます。じゃあしやきみたいなのせっかくだから頼みます。これボンレスチキンって多分焼き鳥みたいなやつですね。25ペソだからまあ50、60、70円弱分。あとチキンリバー、レバーですね、レバーもそうだから1本ずつ頼みます。ワンオブイーチ、 Thank you。いかん、ちょっと財布は持っていかなきゃダメですね。Is this okay? I shoot a video? Yes, sir. Thank you. おお、すごい。おお、本格的だ。炭ですね、炭で。なんだこれは。スープ？お、マイバチョイかな。バチョイ？おお、これ私のだ。こうやってやんだ。ちょうどいいタイミング。これは美味しそう。Thank you. では、できそうなんで戻りましょう。Thank you. 何に発音がよくわかりません。バチョイ、バッチョイ。まあいいや。この動画ではバチョイと呼びます。まあ、違ってるかもしれません。すいません。ボンレスチキン、ああ、ノーボンレスチキン。ああ、そう、リバー、イサー、イエス。How about that? イサ、イサオ、イサオ、イサオ。What's イサオ？チキン？チキン。ああ、イサオ。Say イサオ。うん、yes。ああ、そう、イサオ and リバー。リバー。まあ、なんかボンレスチキンが売り切れだと。アリがいますね。まあアリは当たり前ですね。これが嫌な人はフィリピンは。こういう外のレストランは厳しいんだと思います。で、なんかこんなの来ましたね、チリパウダー絶対これ中入ってないですね。しかもこれ中チリじゃないでしょ、胡椒かな。まあ危険なんでちょっと分かりません。で、ここに唐辛子、
潰して後で入れます。で、これがバチョイ。箸がないんだな。こういうフォークとスプーン、これでじゃあじゃあじゃあ冷めないうちにいただきます。やったの方がいいのはね、このスプーンとフォークを拭くという作業、意外に拭くとね汚れが取れるという恐ろしい仕組みがあったりするんで、まあでもこの辺もねあんまり潔癖な方は来ない方がいいと思います。多少お腹が痛くなって少しずつ慣れていくという感じじゃないと、なんかもうすでに汚れてます。まあまあまあ、いただきます。まずスープ、うん、あ、これはうまいぞ。なんだこれ、うん、ものすごいあっさりしてる塩味系。あ、これはごくごく最後まで飲めちゃうな。入ってるのはねこの卵と、これは何かの肉ですね、まあ、鶏肉だと思います。この辺もで麺とネギ、あとは何か沈んでるんかな。あとこれカラマンシ、レモンというか、柑橘系のやつですね。じゃあじゃあ麺をいただきます。うん、あ、この麺はねうまいぞ。よくこっちで言う焼きそばパンシット、関東とかの麺は独特の味なんですけど、それよりもね全然臭さがない。いろんなここで串焼きにして売ってる肉をバラバラにしてトッピングに乗せてる、そんな感じです。卵は、卵はどこで食べても一緒のゆで卵、これ95ペソだいたい240円ぐらいですか。これ240円だったらありですよね。また食べに来ちゃう。マジでうまいな。カラマンシー、これを味変でかけてます。うん、まあでもいらないなこれは。あ、さっきの美味しかった気がする。失敗。まあ酸っぱいもの好きな人はいいです。でこれチリですね。これはねこうやってスプーンで切って、こう中の辛いエキスが出るようにして入れます。おお辛い、辛い辛い辛い、おお辛い、めっちゃやばいほど辛い。あーこれダメだ、スプライトだもんね。やばい、あまりに辛いんで今水を頼みました。水もこういうところの水もは煮沸しているただの水と、あとこういうボトルに入ったコンビニとかで売ってるですね、20ペソ30ペソぐらいの水があります。まあ皆さんには、特にこっちに長く住んでない方にとってはあんまりね、こちらのただの水はお腹壊したりっていうのもあるんで、個人的にはボトルに入ったコンビニとかで売ってる水を勧めます。まあたかだかね20ペソ30ペソまあぼったくられても40ペソぐらいでしょうから、まあね100円以下なんで、それをお勧めします。じゃあじゃあ焼き物と水が来るまでこれを楽しく食べ、美味しく食べ進めたいと思います。焼き、なんだこれ、あ、これあれか、イサウ、これ腸ですね、腸、鶏の腸と、こっちがレバー、おー、そういうことか。まあまあまあいいや。あと水来たんでちょっと水もらいます。これもな、腸当たり外れがあるんですよね。よしよし、じゃあまず
の超超もね、これちゃんと、まあ、ちゃんとした店だろうな。洗ってくれてないとなんかね、そういうことなんで。まあまあいただきます。うまい、うん、うまい。コリコリはしないんだけど、ある程度の硬さがあって、これタレもねバカ甘くないですね。いい感じ。こっちはレバーいただきます。うまい。なんだ、今焼いたんかな。今焼いた感がないですね。なんか焼いてあったのを焼き直しした感があります。これは焼き直しだな。レバーの臭さが出ちゃってますね。冷えて、今度はもっとね、レバーはこっちのはもっちりとした感触、食感だと思ったんで残念。こっちもまあ焼き直しですね。この辺は次回も試して、次回もこんな感じだったら、ここはこのお店はきっと焼き直しのお店なのかもしれない。でもこのこっちバッチョイ、これはめちゃめちゃうまい。夜とかに来るともうちょっとね、焼きたてが食べれたりするのかもしれません。でもまあ私夜来ないですからね。まあ夜暗くなってで歩くとね、まあちょっと食事作ったりもしなきゃいけないし、そもそも出歩く人間じゃないんで夜は来ないけど、まあまあいずれにしろ次回また来たいなと思える店です。ごちそうさまでした。美味しかった。まあまあいろいろ言いましたけど、全体的にはまた来たい、そんな感じです。特にスープはねうまかったですね。まあ麺はまあインスタントの麺なんであんまりねあれですけど、スープ美味しい。そしてこれはね、このソースタレっていうんですか、これ美味しい。これなんか甘すぎない感じ。ただちょっとね、焼き直しだったのが、焼き直しっぽかったのが残念ですね。またリベンジします。じゃあお金払って帰ります。忘れてた、これチリパウダー、これちょっと試してみましょう。これ絶対チリパウダーって書いてあるけど胡椒っぽいんですよね。スプーンによし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 、出てこない。あー、これ胡椒っぽいぞ。じゃあいただきます。はい、胡椒です。はい、入れ物がちょっとリサイクル再利用してると。まあ全然問題ないです。じゃあお金払って帰ります。さっさお金払います。 Thank you。 OK。 いやごちそうさまです。 Thank you。なんか家ですね、集合住宅なんかな。これちょっと見てみよう。あんまり入ると怒られちゃうんで。こうやって木造珍しいですね。こっちはシロアリっていうんですか、なんかたまにボクボクとかってこの辺では呼ばれてますけど、羽アリみたいなのが来て木を食べちゃうんで、ああいうねコンクリートのこういう建物が非常に多いですけど、木造ですねここはね。めっちゃ番犬に吠えられてます。あ、でも番犬いるけど檻の中だな。見えますかね、番犬。ここ番犬。さあ。というわけで今日はこんな感じで失礼したいと思います。ヤシの実だ。じゃあヤシの実を見ながら、皆さんまた次回お楽しみください。今日はこの辺で失礼します。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、
コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスかTwitterの DM までお願いします。ありがとうございました。